今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、この後みのりくんが来るんですけど、はい、髪の毛をとどろき翔太くんにしてほしいです。分かってしまいますよ、半分のやつ。もしみのりくんがドッキリを疑ってたら、はい、嫌なので、はい、私と、はい、お兄様が、はい、実は付き合ってたっていうドッキリをちょっと挟んでいきたいなと思ってて。オッケーです、オッケーです。今日彼氏さんです。彼氏無限シャンプーしたいんですよ。一番安いあの。あ、ありますあります。めっちゃ安いの、めっちゃ安いの。めっちゃ安いの。その無限シャンプーしたくて、はい、このような感じでやっていこうと思います。いきます。お願いします。楽しみだぜ。ブリーチいきますもんね。ブリーチですね。したことあります？僕一回だけあって。しみました。なんか、いや、わかんない。あんまりなんか色入んなくて。あ、髪強そうですよね。チンゲぐらい硬いんですよ。それマジです。それやめなさい。え、なんで？やめなさい。なしなしだよ。なし、うん、なしだよ。なしか、うん、でも多分受けてたよ。おめでとう。うざい。おめでとう。イケメンしてほしいです、はい、まあ、イケメンにはそうです、かっこよくしてほしいです、はい、もうイケメンですよね。いや、そうなんですよ。昨日さ、うん、ダンスしててさ、頭ぐるんぐるん回したら、ここさ、寝違いでさ、はい、これ以上曲がんないんですよ、今日。俺、やばくないですか？これ以上曲がんないんですよ。だから、すごいね、カメラ分かってんの？今日そう、寝る気満々で病院来たんだけど、これ以上こっち行かないんよ。こっち行ったら、こっちはいけんねん。うん、こっちはもう絶対いけない。だから、今日一日これ。かっこよ。え、いつぐらいからチャンネル見てくれてたんですか？3万ぐらいからですね。おしっこ漏らしてる。あ、懐かしいですね。懐かしい。うわ、懐かしい。汚かった。汚かった。でも斉藤さんは、はい、もう白専門なんですか？白専門ではないです。でもめっちゃ得意ってことですか？まあでもできますね、全然。ああ、じゃあもう白にしたい。もう男も女もですよね。そうですね。ブルー系でも最近やってますね。ああ、ブルーか。それこそ YouTuber みたいですね。確かに。人って最近でもあんま流行ってないですね。斉藤さん YouTube やってますよね。いや僕見たい。でもそうです。なんか やってるんですよ、なんか YouTube。 ガチでなんか超有名 YouTuber みたいな。めっちゃバカにしてるじゃないですか。一応リンク貼っときますね。いや貼ってなくていい。ふうくん僕が好きだよ。おふくんか食わせんか、おふくんかよく言ってんじゃん。おふくん、ふうくん。この美容室来ない方がいい。ちょっとね。あ、して。なんか出さないで。あいき。付き合ってる時にやっていきます。じゃあいいね。ね。うん、え、何が？いや、何が？何がや。いや、あんたもらえん。え、私いるよ。おんの？うん。先生帰ってなかったっけ？あ、帰ろうと思ったけど、いないんだったらもうちょっといようかな。あ、せっかくです。確かに。寝て。うん。じゃあ。いや、もうさっき寝ちゃったから眠くね。薬作りますね。はい、お願いします。ガチ楽しい。楽しみ？いや、割と、うん、ガッツリシルバーないからね。斉藤さん、なんかやっぱシルバー上手らしいから。知ってるけど。そう、シルバー上手らしいからさ、やっぱ全部任せときゃ大丈夫だと思う。雄大くんに。雄大くんって呼んでんの？突然仲良くなんなよ。ちょ、間違えちゃった。どういうこと？ん？どういうこと？何が？え？何でしょ？ん？熱くなってきちゃった。なんかめっちゃ慣れ慣れしい。やばい、貧乏性で友達になってきた。なんで？なんか今この不安定な感じがちょっと。今日家帰ってくる？今日帰ってくるよ。もか、今日いないかも。なんで？泊まろうかなみたいな。泊まんの？どこ泊まんの？どこ、まあそれは。は？まあそれは泊まろうかなみたいな。別にいいけど。あ、そう？寂しい？いや、寂しくない。あ、そう。
こいつキモいんすけど。なんで乙女出ちゃってるかもしれないわ。何こいつ乙女モードだから。モカチモカチ乙女モードだぞ。これはもう塗られてねえがいいと思う。え、塗られてないよ。色作りに行ったって言ってたよ。聞こえてるって。あんまうるさな声してんの。何が？何も。浮ついた声っていう。何も喋ってないよ。え、聞こえてるって。何も喋ってないよ。え？どういうこと？何があったの？何が？何がじゃなくて。うん。え？え？泊まるって何？え、あ、友達の家でこっちに来たよ。は？どういうこと？友達？え？そう、友達の家。あ、友達？あれってやるよ。あ、友達？うん。どうしたの？え、わざと聞こえさせた。うんうんうん。いやいや、わざと聞こえさせてるのに聞こえなかったよ。え？どうしたの？もかだと知り合いですか？なんですか？知り合い、もともと知り合いですか？知り合いじゃないですよ。うん、全然。何？でもほら、だって彼女いるって言ってたじゃん、さっき。そう。だから、私は知り合いじゃないよ。じゃあ何なの、向こうは。え、初めて、初見ですよね。初見、うん、初見。なんでユダイ君呼んでるの。呼んでないよ、間違い、なんでもないよ。みやび君ってちょっと距離感遠いかもしれない、逆にユダイ君に呼んでほしいらしい。そう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 。なんやねん、ユダイ。ちょっと近すぎるかな。やってきます。どういうこと。ガチでこの病院おすすめできない。いやいや、そんなことやないで、頑張ってるじゃん。頑張ってる。俺も頑張ってるよ。頑張ってるよ、うん、頑張ってるよ。え、どういう関係性なの。友達じゃないの。ん、誰も話さない。な、何がすか、うん、え、違う、だから、うん、斉藤さんと他の関係性って何ですか。いや、何も、うん、何も言っちゃいますか。いや、知る。言えよ。何隠しとったの。なんかさ、照れちゃうからさ、普通に熱くなってきちゃった、うん、怒んない。いや、怒るとかなくない。あ、そう、うん、隠されてる方が怒るよ。あ、そう、うん、言ってもいい。言ってもいい、もうね。え、うん、キモ。キモやめて。え、実はね、うん、え、お付き合いしてるんだよね。いや、ドッキリでしょ。え、違うよ。いや、ドッキリでしょ。ドッキリじゃないよ。絶対ドッキリでしょ。聞こえとるの、うん、じゃあ最初から言ってよ。じゃあなんで。え、なんか最初から言ったら恥ずかしいじゃん。いや、突然すぎない。なんか仲良くなり方が。え、最初は隠そうかなって思ったんだけど、まあいいかなと思っちゃって。キモ。キモ、うん、焼いてる。焼いてる。やり方気持ち悪いわ。なんか焼いてる。え、焼いてるとかじゃないって。焼き餅焼いた。え、付き合ってんの、うん、だから僕からちょっとみやび君に。そう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 、そういうの。え、点と点が。いつからですか。じゃあだからもうその声かけた時っけっすよ。 YouTube 始めたぐらいかな。これさっきめっちゃおしっこもどぶさかったですけど。ね、そいつでもいいんすか。しました。してない。してないです、うん、ユダイ君には聞こえてないの。聞こえない。膀胱に水溜まってる音してる。ね、汚い。あの、そういうとこがダメなんだよ、みやび君は。みやび君は汚いじゃん。でもユダイ君は汚くないの。ユダイ君って呼ぶなやん。やめろ。え、焼き餅。本当に違うでしょ。ドッキリでしょ。ドッキリじゃないよ。いや、ドッキリでしょ。ドッキリであってほしいってこと。いや、ちょっとおかしいって。いや、ちょっと意味、え、ちょっとおかしいじゃん。おかしくない。おかしいって。怒ってんの。
怒ってんじゃん。やきもち焼いてんの。なんかおかしくないんだよ。なんかちょっとなんか声がおかしいなっていつも言う。そんな。それは好きな人目の前にしてやっぱ声変わっちゃうものじゃない？え、好きな人な。うん。え、宮部くんがじゃないよ。うん。ユダイ。そう。ユダイ。近いな。ユダイ。俺も近くしてくださいよ。あ、まあ。向川雄大くんなんか慣れらしくしないで。マジ？マジ？今日来たの失敗したかもしれない。いやいや。どうして？完成した髪の毛見ても何も思わんかもしれない。衝撃がでかすぎて。そっちの衝撃の大きすぎるわ。え？どう出せないんや。ほんで。え？これカットしてやべえんや。俺出すよ絶対。出さないで。いや出すよ。いや自分だってそんな彼女作んなみたいな時でさ、うん、自分も彼作っとったやろ。宮城くんだったら認めてくれるかなと思って。いやお前炎上させるから。怖っ。いや当たり前や。今にせよお前。やきもち焼いてるの？いやいや、やきもちとかじゃないって。え、それは別にいいんだよ、うん。できてもいいけど、やり方がちょっとずるくないって。そんな、隠さなくていいじゃん。聞いてんの？うん、聞いてるよ。笑ってんじゃないのよ。ごめん。染みてないですか？あ、全然染みてないです。全然染みてないです。びっくりです、OK です。痛い。あ、染みてます？あ、じゃあ今なんか。心が痛い。心が痛い。髪の毛！頭皮や。足で。え、うん、これ、ネタバラシないんですか？ないですよ。結構マジっすね。うん、マジっす。じゃあなんか今リアルと嘘の狭間で揺れてんだけど俺。嘘であってほしいなーってちょっと思う。今絶対嘘やん。え、嘘じゃないよ。いや嘘やって。どうして？やべ、右半分だけめちゃくちゃ痛いわ。何これ、めっちゃ痛い。前髪だけな。右半分から攻めていくスタイルなんで。なんかこれ、うん、右から怒ってない？なんか斉藤さん怒ってます？なんか、いやいやいや、モカに怨念が込められてる気がする。なんかモカに冷たく言ったから多分怒ってんのかもしれない。怒ってんのこれ。左だけブレーチします？いやもうちょっとすいません、本当にそのままで大丈夫です。本当に言って嘘でしょ、さすがに。本当だよ。違うこれあなたドッキリにするつもり？いいえ。これをドッキリにするつもり？いいえ。このドッキリのためにあなた来たの？じゃあこれドッキリじゃ絶対てってれー。あ、ドッキリです。うん、そう、微妙な反応やめて。え？微妙な反応やめて。まあ、なんとなくドッキリだなと思ったけど。このドッキリをするためにわざわざモカはこの場所まで出向いて来たんだよ。ボスだわ。やめて。全然もう始めましたですか？バリバリ始めました。バリバリ始めました。バリバリ。じゃあなんかあの言ってる時の声がなんかその作り声っていうか普段のモカじゃない声なんだよ。あ、なるほどね。もうこのためだけに来たんだけどボツにしないです。なんかリアクション薄くてどうしようって思ってた。薄かったですね。なんか分かんだからむずも、なんかどっちなんだろうって思いながら聞いてたから。焼き餅焼いてたよね。焼いてないよ。足だってこんなんなってる。や、ね、足こんなんなってたけど焼き餅焼いてたよ。右半分クソ痛いかもしれない。右ブリージしてます。これもまたブリージですもん。そう死んじゃう俺。今回の役目はもう終わった。え、終わり？終わりだよ。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。お疲れ様でした。もうなんか、普通に。反応じゃちょっと微妙だと思う。そうだよ、反応微妙だよ。え、もうね、雄大くんって呼ぶのが恥ずかしすぎて。呼ぶな。今も呼ぶな。嫉妬とかじゃない。ユダイのがやばい。ユダイ。ユダイよ。ユダイ。ユダイ。ユダイなんだ。結構緩いドッキリやね。うん。この動画終わるから、画面に向かって、なんか最後に一言言って。え、サブちゃんは？サブちゃんも嘘だよ。これメインチャンネル？そうだよ。やばくないそれ。あ、早く。これメインなの？そうだよ。カメラそっちだから。こっち、あ、そう。なんか終わるの？終わるよ。ま、でもサブちゃんにしたいから回し続けといてよ。あ、回し続けはするけど一回終わり、ね、そう、一、はい、回エンディングしよう。ちゃんとして。どうでしたか？このドッキリは。やばいね。なんか感情が落ちてる。寝起きだししかも俺。そんなリアクション取れんわ。あ、ほんと。見てくれてありがとうございました。皆さんぜひチャンネル登録とグッド…チャンネル登録とグッドボタンよろしく。バイバーイ。バイバーイ。ねえ、あのコロナだから自分でシャンプーしてくださいってのは嘘ね。あれ嘘。そんなことしないです。そんなに良くない。やばい、素直に斉藤さんに感謝できないかもしれない。かっこいいよ。かっこいい。それもかっこいい。シャンドくん、かっこいい。やばいって、スプレーとかやるやつやん、これ取れないよ、似合ってるよ、え、似合ってますよ、結構かっこいい、似合ってますよ、本当に似合ってる、笑っちゃった、いいもん、ちょっとかっこいいかもしれないですね。その気分や
いい。好きになってきたでしょ。いやー、ね、なんか2000円ぐらいのコスプレしてる人みたいな。え、いいよ、いいじゃん。届くなよ。え、めちゃめちゃ似合ってる。めっちゃ似合う。え、かっこいい。かっこいいよ、ミヤミくん。乗せられそうになるんだけど、冷静にやばい。かっこいい。冷静にやばい、本当に。ほんで、ここに2機があんねん。ほんで、ここに2機があるんですよ。え、かっこいい。全然、よかった。よかったね。すごいっすね。こんな短時間でこんな綺麗になるの。行きましたね。すごっ。普通にすごい。マジかよ、真っ白になれると思ったのに。これなんだよ。本当に何って感じ。すいません、お疲れ様でした。お疲れ様です。これ持って帰ってきて。OK。ちょっと入れておきます。バイバイ。帰って行っちゃいました。ありがとうございます。たくさんたくさんシャンプーを消費してしまって申し訳ないです。え、いい感じでした。本当にとどおきくんでもうかっこよかったです。いい感じでした、ね、いい感じです。いい感じ本当に。